君は可憐だ。出会ったあの日からさ、この恋だと決めてたんだ。
きますよ。もっと、もっと、えぐいな。やばって、これやばいな。喉がやべえから。オッケー。ちょっとあ、はじめまして、安藤由紀と言います。よろしくお願いします。いや、いいですね。今日は、てか僕もアーロンファンの方、やばい、こういうのやっちゃいけないね、多分これ。俺がチキっちゃうから、これアーロン君がですね、まあ今日で関東最後ということで、多分みんな集まっていただいていると思うんですけど、僕も今日と明日で最後になりますね、みんな。そう、なのでですね、まあ、今日明日と、たくさんたくさん楽しめたらいいなと思います。ちなみに安藤由紀ファンはどこにいるかな。いや、少な少なくない？ちょっと2本持ってるから2人じゃないの。いや、本当にありがとうございます。
僕は去年まで役者をやっていて、で、今年から音楽2月から始めてですね、まあ、この1年間毎日路上ライブを雨の日以外やってきて、まあ、それでアーロンとかあのフーガに出会って、まあ、こういう形でやらせてもらってます。まあ、今年で終わって来年からもっともっと、安藤由紀がステップアップできるように、皆さんにたくさんいい歌を届けられるようにたくさん曲を作って、もっともっと飛躍したいと思います。あと2曲です。言っちゃダメだねこういうの、はい、いや、あと2曲で、次の曲がですね、2022年、あ、今年ね、今年の12月、1日に、初僕デジタルリリースしたんですけど、まあ、そのクリスマスソングでホワイトリングっていう曲なので、聴いてください。ちょっと待って、俺喉やばいかな。行きましょう。 OK。街の音がそっと夜空を見上げ、サンタクロースを憎んだ君と過ごしたこの街、この道を、きっと君の隣で手を取り合えるとそう願った。愛してるよ、いつまでも
これは俺が悪いんだ。本当にごめんなさい。いや、よし。はいはい、どうも。ありがとう。ああいう聞くだよ。それでは、本日ありがとうございました。残り僕も2日間と、路上ライブがもう卒業するので、今日明日と、この後も、やります。で、あと、2023年1月28日にですね、ZEP 横浜でワンマンライブが、決定してます。なので、よかったら、もうちょっと本当にこんなパフォーマンスで本当に申し訳ないですけど、少しでもいいなって思ってくれたら、ぜひ、チケット、インスタグラムに載ってるので、よかったら、購入してみてください。ありがとうございました。僕の歌ならいいな。迷ったまま一緒に踊ら、それが少しの勇気になればいいな。それが僕の夢の一歩、取り繋ぎるよきっと、くじけそうな日々も何かを乗り越えれた夜も、君の素敵なその笑顔が僕の背中も押してくれた。ありがとう、ありがとう、何度でも君に伝えたい、話せた気持ちで。ありがとう、ありがとう、何度伝えても足りないよ。だから今この歌を捧げるよ。頭に浮かぶメロディーが僕の歌ならいいな。心配しても大丈夫、のんびりでちょっと贅沢しよう。今夜も月が綺麗なように、君は君そのままでいい。挑戦した日々も何かにぶち当たった夜も、君の素敵なその笑顔が僕の背中を押してくれた。ありがとう、ありがとう、何度でも君に伝えたい、話せた気持ちで。ありがとう、ありがとう、何度伝えても足りないよ。だから今この歌を
と、また後で路上ライブするので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。